はいはい、おはようございます。皆さんどうもこんにちはね。ということで、ここで一句。朝起きて早起きできると嬉しいな。ありがとうございます。何も面白くない。何も面白くないね。ポイントとします。はい、ということでですね、今回もですね、いつものように大食いチャンネルなんで大食いしていこうと思うんですけども、大食いチャンネルではないということをね、皆さんには分かっていただきたい。大食いチャンネルと言ったかもしれないんですけど、大食いチャンネルなわけではないんでね、お腹減った時にバッて食べるのがたまたま大食いになるだけで、大食いチャンネルではないですね。大量にご飯を用意して食べきれなかったら次の日に持ち越したりするんで、それはただの食事ですからね。毎日の食事を映してるだけですからね、それは。ってことで今回ですね、あのウーバーイーツさんでね頼みました。今流行ってるよね、あの韓国料理。韓国料理美味しいなと思って、まあ辛いの苦手なんですけど、辛くないものも結構あるんで、ちょっとそちらを今回は食べていこうかなと思いまして、ウーバーイーツで韓国料理大量に買ってまいりました。すごい、あの俺が喋ることによってここに唾がすごい溜まる。あの多分卓録あるあるなんですけど、録音してる時大体マイクとパソコンに向かってこう歌ってるんだけど、パソコンが唾だらけになってつぶつぶつぶってなるんよ。あれが嫌なんですよ。紹介します。ウーバーイーツの人も大変だったでしょうね、これ持ってくんの。計6000円分ですからね。何人で食うんだって思ってるかもしれないけど、1人ですからねこれ。うわ、めっちゃ食いたい。早く食いたいけど、紹介のために一回出さないといけん。そしてチーズハットク、めっちゃ机汚れる。揚げパンの砂糖みたいな、すごいな。ありがとうね、こんな頑丈にやってくれて。ありがとうね、本当に優しいね君は。うん、はい、紹介していきます。こちらがチーズハットクですね。これもチーズハットク、2本目。これもチーズハットク、中身は後で紹介します。そしてトップバッグ、難しい名前のやつ、チーム。韓国によくあるかんぴょう巻きみたいな。はい、こちらを今回は買ってまいりました。これで6000円分。いや、これだけじゃありません。僕びっくりしました。驚くよ。2回味が楽しめるタピオカ、これすごない？2つのミクちゃんのもう何でもありか。今回はこちら食べきっていきたいと思います。あ、改めまして、こちらですね。こちらの量の韓国料理を食べきっていきたいと思います。どうしようかな。じゃあハットクからいこうかな。ハットクいただきます。うまチーズハットグってこんなに砂糖かかってんの？揚げパンより甘いかもしんない。中身が何のこれ、領収書をつけてくれるの分からん。うまい、めちゃめちゃかめやすい。中身がなんかレインボーなんだよこれ。中身がすげえレインボーなんだよこれ。何なんだろう。でもめっちゃうまいよ。中身グロいね、なんかちょっとね。ビミ。続きまして、おそらく一番スタンダードなチーズハットグ。チーズがもう一部に固まりすぎててすごいね。もう肩寄りがすごい。いただきます。これだよ。こっちはね、最初に食べたやつより甘さ控えめでチーズハットグって感じ。やっぱじゃがいもがうまいね。これケチャップかけるとやっぱうまいわ。おいしい。続きまして、こちらなんか一番スタンダードそうな、なんか中身がよくわからないやつ。続きまして、おそらく一番スタンダードのチーズハットグ。うまっ。うまいね。中身はめっちゃチーズです。中身はこのじゃがいものやつと一緒なんだけど、外にじゃがいもがないバージョンですから、うん、甘いな、チーズハットグ。ケチャップと合うな。ベストマッチ、ベストコンディション。続きまして、ティディミ。ティディミを食べるよ、ティディミを。うん、冷た。ティディミ冷た。うん、うまい。うまいね。韓国の人と日本の人って結構舌合うのかな。なんか日本でも韓国料理有名だしね。おいしい。ちょっと温めますね。そしてこちら、韓国行った時にも食べたことあるんだけど、このなんていうの、その、あの、その、あれですね、これね、あれです。はい、そこんなトゥルトゥルな海苔ある。テカッチャって、これもう油すごいね。これ手を組んの肌みたいな感じになってる。いきます。うん、うん、まかずの韓国海苔、脂身がすごいね。最近はもう動物の森も発売されて、僕は動物の森を買うタイミングを失い、みんなに遅れを取ってしまった。いや、マジ動物の森さ、なんなんあれ。動物の森パックみたいなやつを買おうとしたの、スイッチの。でもあれは売り切れだし、そもそも抽選だったらしくて手に入らないんだよね。まあ仕方ないから普通のスイッチ買うかっつって、普通のスイッチ見たら普通のスイッチ売ってない。動物森すごない？はい、チヂミチンしてきました。これちょっといろいろ入れたいと思います。ちょっとガチャワオワオワオ。こちらも食べてみようかな。これなんかすごい名前だったんだよな。いただきます。
お、甘辛醤油ダレみたいな感じの味する。うん、おいしい。これトッポギだよね、そして。うん。うん、甘ダレみたいなの使ってるね、なんか。うん、うん。甘い唐揚げみたいな感じの味するな。もう一回うまい。味ぽん、さっぱりごまダレ。これね、チヂミ絶対合うの、これ。味ぽんはもう絶対合うのよ、これ。いただきますね。絶対うまい。これめっちゃうまい、おすすめ。何にでも合うと思う。この唐揚げ、甘辛、いただきます。うわはやうわはや、うん、うん、言うの。そしてこちらですよ。何これ、タピオカが1回に2回も楽しむなんて最高だよ。うん、すごい垂れてくる。何これ、すごいな、君すごいね。タピオカめっちゃでかい、めっちゃでかい乳輪食べてるみたいな気持ち。マンゴーうまい。でもタピオカめっちゃでかい。なんでこのタピオカでかい、めちゃめちゃでかい乳輪だよ。めっちゃうまいですか。こちらも食べてみますか。はい、注文履歴見つかりました。モッツァレラチーズホットドッグとポテトレラハットドッグ、ポテトレラハットドッグ、これからチーズトッポギ、チビのり巻き6個、海鮮チヂミ、レインボーチーズハットドッグ。あ、最初のやつレインボーチーズハットドッグだ。だからだ。レインボーというよりなんかもうモンスターみたいな色してたけど。で、タッカンジョン、これだ。このあの甘い唐揚げがタッカンジョン。あこちらですね。これ今から食べるのがモッツァレラ チェダーチーズスタッカンジョンですね。すごっ、タッカンジョンって初めて聞いたわ、これ。いただかんジョン。うん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 、あ、うまい、おいしい。チーズ好きたまんないの、これ。トッポギいただきました。チーズトッポギ、これかな、唯一辛いのは多分。うん、結構辛い。あ、でもチーズ入ってるからすごい食べやすいっちゃ食べやすいわ。あとチヂミにオイスターソース入れてみたいと思います。辛っ。辛いわ、やっぱり。俺辛いの超苦手だからな。オイスターソースの相性はどうなんでしょうかね。さあ、いただきます。この黒光り、もう全然歌わないけど、いただきます。うん、うん、味っこ、味っこ。やっぱりさっぱりごまだれのポン酢が一番合うわ。めちゃめちゃうまっしい。うん、大きい乳首、これがでも一番うまいかもしれんな。中入ってるの何これ。え、何これ。これは油揚げとかなのかな。なんだろう、うまいけどね。わけもわからなくてるけど、うまいけどね。うん、どうする、おじいちゃんの皮の首とかだったら、これすごい嫌な話ですよ、これ。うん、やっていく、いただきます。あ、うん、うん、あ、うん、でもなんか YouTuber 友達とかとなんかパイク行って撮影したら楽しそうだよね。ありだな。ジャパさんとか韓国好きそうだしな。うん、てかジャパさんと俺韓国行ったことあるな。うまいし全然食えるんだけどね。あのね、時間がない俺。あの、出なきゃいけない。うん、顎めっちゃ疲れんの、これ。韓国料理結構もちもちしたのとか硬いの多いからすげえ顎疲れるわ。でも疲労感がすごいもんね、この顎への。味ぽんさっぱりごまだれがマジでうますぎてやばい。うん、韓国料理グー。もうワイ出なきゃいけないので、ちょっと後ほど食べます。大丈夫、僕は逃げてるわけじゃない。仕事で出なきゃいけないんだ。本当にすまん、みんなレッツゴー。今日はね、学校でなんか嫌なことがあってね、先生に怒られちゃったんだ。うん、シナモン君も分かってくれる？だよね。チャンネル登録してね。おざさーだ、おざさーだ。ということで、こんにちは。ということで、一日経ちましてですね、食べていきたいと思うんですけど、まぁ、ちょっと夜、完全にオフになってから若干食べてしまったっていうところはありつつ、ちょっと友達に食べてもらったとかもありつつ、もう残りが超少ない。残りこれならもう、完食って言ってよかったんじゃないかくらい少ないんですけど、まぁ、食べていきたいと思います。やっぱり一応、絵的にね、食べきるっていうのは確実に大事だと僕は思ってるんで、何やともあれ、食べきることが大事ですからね。もう捨ててないっていうことだけがもう、一番言いたいところ。と、捨てないですからね、マジで。いただきます。うまっ。うん、いただきます。うん、うん、チヂミもいただきます。うん、うまっ。やっぱり味ぽんさっぱりごまだけど、マジでうまいな。なんでも合うわ。あー、うん、うん、まだあるんだ。あっちんだよな、これ。あと辛い。うん、辛い。やっぱり辛い。うん、うん、あー、満足です。ということでですね、韓国の料理大量に食べ終わりました。
まあ、自分的第1位は確実にあれですね、手巻き寿司。手巻き寿司だけはちょっとね、初日にもう全部食べきってしまったくらい好きだったんですけど、うん、まあでも韓国いろんな料理があるんでね、これからもちょっと韓国の大食いやっていきたいと思うんで、ぜひともよろしくお願いします。チャンネル登録もしてね。突然の呼吸。